スノーマン・メグロレン、もっと海外に行きたい、イタリアでレザー工場の職人から刺激。スノーマンのメグロハスが25日、東京都内で開催された、フェンディ・セレリア、フェンディ・セレリアのレセプションに出席した。フェンディの、ジャパンメンズブランドアンバサダーを務めるメグロは今年1月、イタリアの同ブランドのレザー工場を訪問、性別や年代に関係なく、たくさんの職人たちが作業をしていて、こうして技術が受け継がれているんだな、というところを生で見ることができた、と言い、それから、お店で商品を見るときの、見方、が変わった、と語った。また、職人たちは、この仕事は自分でなければできない、と誇りを持って作業をしていた。自分も仕事をする上で、そういう気持ちは大事だなと改めて感じた、と、刺激を受けた様子だった。このほか、目黒は、この春に新たに始めたいことを聞かれ、もっと海外に行ってみたい、と回答。イタリアにも、まだまだ行きたいところがあるし、欧米やアジアにも行ってみたい。自分が見たことのない文化や景色を、どんどん見に行きたいです、と目を輝かせた。